いくら軽視されようとも法自身がその価値を証明するでしょう。まあ話してみてくれよ。了解。さあ私を超えてみなさい。明らかにします。私が聞いた慟哭をあなたにも教えてあげる。ここを守るのは怪しい。障害を全てなぎ払うのが嵐の務め。私が聞いた慟哭をあなたにも教えてあげる。俺、参上。このガベルは重いの。さあ、私。相手がな、あなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。大収穫だな。